明日ボギーチャンネル4月15日私当番組の主催日本の心参議院比例第4支部支部長のボッキーテドコンでございます。さてお忙しい週末ではございますが、この番組を見ないと皆さん大変なことになっちゃいますよ。呼ばれて飛び出てジャ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 ーンっていう感じで私はい飛び出てまいりました。いやー皆さんこんばんは。いやもうどうですか、こういうホラーのようなはい出現の仕方ってもなかなか面白いかなと思ったんですけど、はい、まだドーンは行ってないですね。今日はドーンがあるのかなと思ったんですけど、やっぱり北の将軍様へたれちゃいましたね。やっぱりアメリカ怖いですよ。はい、中国中共様も味方してくれないし、ロシアはそっぽ向いてるし、ここで意地を張ってね粉々になるよりはっていうことで、まあ今日はとりあえず静かにしてるんじゃないかと思っております。しかし闇から現れるっていうのはなかなかどうですか皆さん、悪くはないですよね。かといって今日別にホラーな話をするわけではございません。はい、今日は至って普通の、はい、あのボギーチャンネルで楽しい話を、ガンガン、まあ、やっていこうかと思ってますけど、今日昼間あの琉球新報沖縄タイムスを正す会の第2回の、報告会の方に私、はい、参加させていただきまして、まあ、そこでもう言いたい放題させていただきました。はい、もう結構ね今日も多くの人たちが見えられておりまして、まあ、こちらとしてもあこんなにいっぱい来てくれてるんだと思ってすごい嬉しく感じた次第でございます。さてまあその時の写真っていうのを私も上の方に立ってるんであんまり写せなかったんですが、後で1枚だけ撮ったやつを、まあ、ご紹介をしたいと思います。さてこの週末の忙しい、夜にすで、に140名の方々が、お見えになっているということで誠にありがとうございます。まあ、今日の沖縄は、各地でシーミー、はい、生命祭ということでございまして、まあ、この先祖代々伝わるお墓を掃除をして、まあ、そのご先祖様に感謝をするという日になっておりますけど、はい、そんな忙しい日にもかかわらず180名ぐらいの方が見えられてましたね。非常に、いや200名ぐらいいたかな、はい、結構な数の方々がおりまして、まあ、椅子はもう全部満杯になっていました。恐るべしガナハマサコ効果っていう感じで、で今日はあのこのガナハマサコさんが非常にありがたい、お言葉をチームイージスの皆さんにいただいております。彼女とそれから彼女の親父さんからですね、まあ、東京ではあのテトコンさんの仲間の方々にすごいあの助けられましたと、で2日間連続で来た方もいて、あの本当人手が足りない中、いろいろやっていただいてありがとうございましたと。で私がそのメンバーは、チームイージスといってきちんと連絡体制も作って、活動してますよと、まあ、ガナハマサコ命の方もいるしダメって言われたい方もいるし、はい、いろいろなんですけど、まあ、この沖縄の宝を守ろうっていうそういった思いでみんな集まってます。そしてツイッターの偽物への通報なども彼らが一生懸命やってくれて今アカウント凍結されてますよっていう話をしたらもうすんごい喜んでくれてですね、沖縄にもやっぱりそういった人たち作らないといけないねっていうことで言っておりました。本当にチームイージスの皆さん、東京では、大変お世話になったということで、ガナハマサコさん至極お喜びでありまして、今日初めて、イージスっていう名前を聞いてですねすごいもうはい驚いておられました。まさに盾、はい、パヨクに対する、
まあ、いわゆる急先鋒が我那覇政子さんなんですけど、まあ、それを守る盾として、我が友人たちが、今まさにね、ボランティアで体を張って一生懸命やってくれてるというのは非常に嬉しく思います。私からも御礼申し上げます。ありがとうございます。さて、この南の島、今日の、シンポジウムなんですけど、まあまり私、前の方にいましたんで、写真の方は撮ってないんですけど、1枚ぐらい撮ったのがこれですね。はい。ハロードさんを、いや、のらりくらりさん、イージス認知されております。はい。いや、だって本当に、イージスですからね、盾になってますからね。はい。どうも、丸丸さん、ありがとうございます。さて、今夜も、我が、この番組を盛り立てていただきますアシスタントの皆さんを、ご紹介をしたいと思います。まず、マカオさん。ガナーパパの目つきがたまに厳しくなるということで。そうですね。変態仮面でも混じってたんですかね。それと、はい。沖縄左翼愛好会、埼玉出張所所長の小笠原所長、こんばんわんこ。それから、シェリーさん。はい。いつも来ていただいてありがとうございます。それと、アメリカさん、お茶ありがとうございます。はい。それから、榎本さん、ただすかい。この糸編のやつではないですね。はい。ただすかいじゃなくて、潰すかいがいいんじゃないかとか言ってましたけどね。それから、ラプター335さん、こんばんは、こでございます。はい。ダメです。はい。は、チームイージスが選ぶ今年の流行語大賞、満場一致で決定。その通りでございますね。ミノルさんは、HK さん大好き。HK と。はい。どうもありがとうございます。はい。何ですか？別動隊で HK 分隊っていうのが247323。もしかして、仮面をかぶってレオタードで出るってのは大変でございます。はい。サイコブタさん、どうもこんばんはんこ。そうですね。思いっきり喋らさせていただきました。石破さんのような感じでゆっくりと、はい、喋りましたけど、私、早口で喋るときは喋りますけど、こういった講演会ではできるだけゆっくり、わかりやすく喋るように努めております。もちろん、原稿なんか見やしないですね。はい。マカオさん、その通り。正すかい、この正しいという字ですね。まあ、しょっぱなから糸編の正すにすると、かなり挑戦的なイメージになるもんで、まさにその通り、柔らかめっていうことでございます。それから、ウィッシーの宮城さん、こんばんはんこ。いや、宮城さんは今、うるま市長選挙で、もう本当にひどいこの公選法違反をガン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 、証拠をですね、今集めていただいております。はい。この調子でまた、宮城さん、資料の方、どんどん送ってください。それと、もずくグミさん、こんばんはんこでございます。はい。目玉焼きさん、HK 仮面さんは今日いなかったんですよね。はい。ゴルキチさん、こんばんはんこ。はい。それと、リュリル、フェアリル、こんばんはんこ。ユキトさん、こんばんはんこ。はい。リスコさん、モグロ、ボギゾウさん、こんばんはんこ。うほほほほほほほ。ーんっていう感じでございますね。はい。南大阪の田舎者さん、はい、こんばんはんこで。はい。シマンさんのところも明日は夏日になるんですね。はい。それと、カータンさん、こんばんはんこでございます。あちら側からは、チームイージスは極右ツイッターグループですか？極右。まあ、ありがたい名前ですね。まあ、彼らは、あまりにも左側に寄りすぎてるんで、ど真ん中も極右に見えちゃうんですよね。いわゆる、この新、琉球新報、沖縄タイムスに比べると、朝日新聞が右に見えるということと全く何も変わらないと思います。はい。それから、リスコさん、どうもお茶ありがとうございます。そうですね。あと、ブラックストーンさん、はい、ようこそいらっしゃいました。こんばんはんこでございます。月さん、大丈夫ですか？脳出血なうっていうことで、あんまり今日はちょっとね、血圧の上がる話はしないでおこうかと、思っております。はい。マカオさん、だから、わざとキャスで流してたんですよね。つまり、こういった情報公開をすることによって、まあ、いわゆる万が一の事故を防ぐということでやっております。はい。北朝鮮の金ちゃんも同じように、普段はなかなか公開もしないくせに、今日は思いっきりこの
式典のパレードをユーストリームで流して、顔は引きつってましたけどね。はい、同じようなもんでございます。はい、ガラアラスさん、こんばんは、こでございます。ディスコさん、お茶後でいただきます。はい、今日も、ミサチネアさん、はい、お茶ありがとうございます。それと、所長、何ですか、今度は。ダメです、愛好会っていうのができてるんですか。はい。本当に面白いですね。はい、それから、日本高松ティさん、こんばんは、こでございます。藤田モントさん、はい、お茶ありがとうございます。アメリカさんもありがとうございます。はい、我々が極右だと日本第一党はどうなのかと、ミノルさん。そうですね。日本第一党はどこに位置づけられるんですかね。はい。極右になるんですか。いや、違うでしょ。ね。まあ、あの人たちは自分たちと違うのみんな右翼ですからね。はい。目玉焼きさん、生でダメですよ、聞いたら。私も幸せも。はい、榎本さん。おお、ゲルを辞任されましたかと。いや、言われましたよ。いや、テドコンさん、喋り方が石破さんみたいでしたねって言われちゃいましたけど。はい、ちょっと、ビクッとしましたけど。はい。コーデさん、こんばんは、こでございます。特急川崎さん、改めまして、こんばんは、こ。はい。今日も、ベンチャンさんも、お茶ありがとうございます。国会軍工省さん、コインありがとうございます。もう、読んでると、大変です。はい、榎本さん、コインありがとうございます。もう、これからまた、どん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 皆さんのコメントもご紹介をしていきたいと思います。今日もコメントがあまりにも早くて大変でございます。白沢亀さん、民番子ということで。ハロードさん、お茶ありがとうございます。では、今日最初のニュース。まあ、ちょっと、まだちょっと病を患っている方がいますので、あまり刺激的なものはなしで今日は行きたいと思います。トン。はい、これは今日の沖縄タイムズ。辺野古高屋所在の4月15日。はい、米軍キャンプシュワブゲート前では気温24度、日差しも強く、半袖姿の人や日傘も目立ちます。2014年から始まったゲート前の座り込みはあと数ヶ月で4回目の夏を迎えますと。何を自慢してるんですかね。そもそもね、4回もここで夏を迎えさせてるっていうのがおかしいんですよ。もっとね、責任ある方々は覚悟を決めてやっぱり行動してほしいと思います。はい、次のツイート、トン。はい、これは今日の午前11時10分。はい、シュワブゲート前では男性が三味線を弾きながら海の声、四万十の宝などを歌っています。座り込んでいる150人は曲に合わせて手拍子を取ったり踊ったりしていますと。いつからキャンプシュワブゲート前は、芸能劇場になってるんですか？ね。はい。コンサートしたいんだったらどっか借りてやればいいんですよ。なんでわざわざ基地の前に来て、抗議活動ではなくて、三味線弾いて歌を歌ってるんですか、この人たち。そうです、シンマンさんおっしゃる通り、何が目的なのかわからなくなってる。っていう感じでね。はい、ミノルさん、すごい鋭いです。はい、私もそのように感じております。そうですよ、コーデさん、路上ライブか祠典ですよ。うん、ほんなに本当にね、この人たち本当、基地の工事が再開されて喜んでるんだと思うんですよ。なぜならこうしてね、路上ライブやったり、なんか踊ったりしてますよね。特に沖縄では、カチャーシーっていうのをめでたい時に、その喜びを体いっぱいに表現する踊りなんですけど、それを基地の前で踊っていたら、これ私から見たら、あ、工事が再開されて喜んでるんだねというふうに私思ってしまいます。そうですね、宮城さん、埋め立て工事が始まったらどうなるか。その時はファイヤーダンスでも踊るんじゃないですか。はい、多分そうだと思いますよ。路上すくいも出るし、いろんなのが多分出てくると思います。三味線どころか、他にもエレキとか、はい、朝鮮太鼓とか、いろいろ出てくるんじゃないですかね。で、そういった無料のコンサートですから、やはり善意をいただくっていうことで、今、カータンさんからおっしゃってたように、投げニラ、そうですね、ニラが投げられて、これを食べて元気になってくださいって言ってから、ニラとか島らっきょうが投げつけられたらまた面白いですね。健康にも非常に
いいんじゃないかと。あ、ヒゲレレさん、どうもただすかいお疲れ様でしたっていうことで、今日結構な方々がただすかいのキャス見ていただきましたね。ちょっときちんとカメラ固定できなかったんで、ちょっと見にくい部分もあったと思いますけど、かなり雰囲気は感じたと思います。すり替えネットさん、こんばんわんこでございます。はい、ということで、でこの人たちがこうしてね、基地の前で、たむろして三味線弾いたりですよ、踊ったりしてる時に、じゃあ地元の人たちは何をしてたかっていうのを、こういったことをやっていますと、はい、これはですね、明日16日は復活祭の日らしいんですよね。でこれキャンプシュワブでは、日米の子どもたちや保護者ら200名が一堂に集まり、一足早いイースターを祝ってるっていうことで、今北朝鮮の情勢がああいう感じですけど、地域との交流事業とね、きちんとやっぱりやってるっていうのがすごいですね。若い隊員らがハンバーガーやホットドッグを振る舞い、豊原区からはカレーの差し入れ。豊原区ですよ、はい、豊原区っていうと辺野古の隣ですね。串、豊原、辺野古っていう3つの区が、辺野古3区、あ、串3区って言われてますけど、その区自らがカレーをね差し入れする、いかに、この基地との関係がいいかっていうことなんですよね。でランチの後は建物の後ろの広場でイースター恒例のエッグハント、エッグハントっていうと何ですか、卵をつかみ合いするんですかね。子供たちが広場に隠されたカラフルなイースターエッグを探すために思い思いに駆け出していきますと。いや、こういったね、文化をやはり体験させるってのはすごいいいですよ。あ、若社さん、どうもこんばんは、こでございます。コインありがとうございます。沖縄っていうか日本にはこのイースターの習慣ないですよね。私子供心ながらにすごい派手な色をつけられたゆで卵がいっぱいあった記憶があるんですけど、あれが多分イースターだと思います。まあそういった中で、1個も探せない子や2、3個探して見つける子、親に手を引かれて駆け出す子、みんな様々、そして子供も大人も日本人もアメリカ人もここにいるみんなが笑顔です。いや、これが皆さん平和って言うんじゃないですかね。私これが平和だと思うんですよ。はい。で、あとエッグハントの後は、一人一人にイースターバニー、ウサギちゃんですね、ハグをしてプレゼントをねあげたっていうことで、いや、これってね、さっきの基地の外で三味線弾いて踊ってる人たちと比べると、どっちがやっぱり地元の人たちに受け入れられてるかっていうのはもう一目瞭然なんですけどね。まあ、写真があります。まずお見せしたいと思います。トン、はい、これこういったイベントをするときに、この米軍基地の中では、子どもたちは遊ばせられるようなこういった安全なアトラクションをいくつか用意して待ってるんですよね。これ多分空気を入れて滑る滑り台みたいなもので、子どもたち大喜びですよ。カータンさん、すごいですね、道路コンサートより地元に受け入れられてる米軍ということで、本当に笑顔笑顔笑顔なんですよ。これね、見てたらすごいですよ。はい。そしてこの中でこうして、一緒にご飯を食べてるところ、これアメリカ人の屈強な兵士たちが子供たちのためにサンドイッチやね、ホットドッグいろいろ作ってあげてるところですね。はい。そうですね、コンコンさん、やっぱり予算っていうのを、地域交流のための予算っていうのが多分あるんだと思います。はい。まさか一人一人からお金出してやってるってのはちょっと思えないですけどね。はい。そして、子供たちまず広場に、はい、こうして集められます。さあ子供たち何をするんだろうと思って非常に、ワクワクしてる状態ですね。はい。ワクワクして、さあここでじゃあこれから始めるぞっていうことで、もう見ての通り、まあ、日本人の子供たちだけじゃなくてアメリカ人の子供も一緒になっていますよ、ね、こうして
言葉が通じなくても子どもたちっていうのは何かと意思の疎通できるんですよね。はい、そしてこのあと、よーいどんのスタートで駆け出します。はい、ドン。いや、どうですか皆さん、ね、外の半吉三味線弾きに比べるとずっといいですよね、とっても。はい、こういった子どもたちってね、やっぱり物心ついても基地の中でこういったイベントでお母さんと一緒に遊んでたっていうのはずっとやっぱり覚えてると思います。本当にさっきのメッセージじゃないんですけど、本当に笑顔ですよ。そして子どもたちは卵を探して走り回ります。この下に咲いてるクローバー、確か白爪草っていうんですか。はい、よーく見ると四つ葉の葉っぱがあったりするんですけど、その上をこうして卵を探してあっちに走ってこっちに走ってっていうことで、いやもう本当にこの子は2つ卵見つけて持ってますね。はい、奥の方では卵はどこだっていうことで子供たちが駆け回っております。いや、これってどう見ても皆さん平和ですよね。はい、そして卵をね、探した後にはこうしてイースターバニーっていうウサギちゃんがいまして、こうしてウサギちゃんから一人一人ハグをしてもらってプレゼントをもらうという、まああっち系の人からすると旋舞工作というと思いますよ。旋舞工作ね。はい、旋舞工作でもね、じゃああなた方はこれに代わる何か子供たちに夢を与えられますかっていうことなんですよ。先日航空自衛隊が青森東北から雪を持ってきて子供たちに見せましたよね。プレゼントをした、南の島の沖縄の子供たち、宮古島とかでね。するといつもの球場とかなんとか言ってる連中が現れて、これは自衛隊による旋舞工作だけしからんということで大騒ぎをして、来年からの雪のイベントっていうのが中止になったと聞いています。沖縄の子どもたちにとっては雪っていうのは夢なんですよ、宝物なんですよ。私もね、小さい頃雪を見てない頃は冷蔵庫を開けて冷蔵庫のフリーザーについてる霜を手に取って、雪ってこんなんなんだろうなっていうふうに思ってました。現物は全然違いましたけどね。そうして雪を見たことのない子どもたちがいっぱいいる沖縄でわざわざ雪を運んできてくれて、ね、その雪で一緒になって遊ぼうっていうことで鎌倉作ったり雪合戦したり雪だるま作ったり、こうして子どもたちに夢を与えてるんですよ。旋舞工作だっていうんだったら、じゃあ皆さんが子どもたちに夢を与えてみたらどうですかと。ところが彼らは夢を与えることは一切しません。逆に夢を奪うことばっかりをやっています。今日私がまた海兵隊のこういったイベントを紹介したから、またパヨクの皆さんはテドコンが海兵隊のスポークスマンとなってまた海兵隊のことを褒めちぎってると言うと思いますけど、決して私はそんなことはございません。いいのはいい、悪いのは悪い。特にパヨクとかオキサヨの皆さんに言いたいのは、文句つけたり反対するのはいいんだけど、じゃああなた方が対案を出したらと、子どもたちの健全育成、子どもたちの夢を育むことをやってみたらどうですかと。だってね、彼ら7億円余りもお金集めた辺野古資金がね、辺野古基金ですよ、があっても辺野古のために一銭も使ってないじゃないですか。それどころかね、彼らが駐車場として踏み荒らした辺野古バス停裏の緑地帯、あれは北部国道事務所が数百万かけて植栽してるんですよ。はい、土を入れ元通りの高さに戻した上に芝生を改めて植えて数百万かかってます。はい、具体的な数字ちょっと今言えないんですけど、
で、あの人たち、辺野古基金といって辺野古の名前を、ね、いただいておきながら、辺野古のために何一つしない。そうです、愛を知る人さんがおっしゃる通り、なぜかニラに化けて彼らの需要競争のために役立っているという。そうですね、もずく組さん、沖縄の子供たちにとって雪っていうのはやっぱり夢ですよ。そしてこうしてね、小さい頃に基地の中に入ってこんなイベントに出たっていうのはやっぱいくつになっても覚えてる。まあ、自分自身が小さい頃、ちょうど何歳かな、4歳5歳の頃通ってた、幼稚園が、クリスチャン系の幼稚園だったんですよね。ミッション系の幼稚園で、毎朝制服つけて、まあ、先生っていうか牧師さんっていうか、その前で一生懸命聖歌を歌ってましたよ。そしてクリスマスの頃でしたかね、フルーツケーキ、そういったのをね、みんなで食べて、中もすごいキラキラ飾り立てられてたっていうのが子供心に残ってますけど、この子供たちだって同じですよ。はい、こうして基地の中に招待されて、日本では味わえない文化をね、こうして体験をする。それってこの子供たちが将来、世界中に羽ばたく、そういったきっかけになる可能性もあるわけです。ところが沖さよっていうのは何をしてますか？彼らがやってるのは子供たちにプラカードを持たして、オースプレイ反対とかね、ヘリ基地は作らせないぞとか、米軍は出ていけって子供たちに叫ばして、子供たちを先頭に歩かせて自分たちを後ろからゾロゾロついていく。もう本当にね、情けない。大人としてどうなんだと。元教職員としてどうなんだっていうこと。つまり、彼ら元教職員の方々にとって子供はやっぱり道具なんですよ。道具ね。そうです。ヤギも動員。ヤギさんとこ犬も動員。ね、肉球浸透で猫も動員。そしてオブザーバーとしてオスプレイの破片が刺さったと言われているウニも登場しましたね。はい、そしてウミガメ、それからジュゴン、それヤドカリ、アマモ、はい、なんかオスプレイが飛ぶだけで魚がいなくなると、ね、大見え切るどっかの漁協長もいらっしゃいましたけど、佐賀ではオスプレイが来ると海苔の養殖ができなくなるっていう。本当にこの人たち大丈夫なんですかね。なんか自分たちの理論が全く一般の人たちに支持されない、理解されないから、動物とか子供とか、あと弱者、心傷者の方々とか、ね、お年寄りとか、そういった方々を動員する。まあ、桜で前に、放送しましたけど、日々食うのにも困るようなホームレスの方々を公園に集めて炊き出しで誘い、それ以上に食べ物と飲み物は支給します。だから辺野古に行ってデモ行進をしましょうって誘ってるのがあったじゃないですか、中核派がね。まあそういった食べ物飲み物困っている人たちにきちんと食べ物をあげるっていうところは私非常に高く評価する。しかしそれをね、結局はこの人たちを助けるためではなくて、辺野古への動員をするための布石としてやってたっていうのが、私はこれがあまりにもえげつないとやっぱ思うんですよね。まあ、何名の方々がついていったかは分かりません。でも同じような光景が沖縄の公園、そしてホームレスの方々が集まるようなところでは行われている。沖縄市のある大きなスーパーがあるそばにある公園、前はホームレスの方々がいっぱいいたという。しかし今全く見かけなくなったと言ってね、地元の人がすごい喜んでる。じゃあどこに行ったのかっていうことなんですよ。私はね、こういった人たちの中から、いわゆるお前は誰だ、石鹸臭いという人たちが現れるじゃないかというのを思ってますよ。まあでもね、
いくら自分たちに賛同するのがいない、参加するのがいないからといって、沖縄中に辺野古に行きましょうっていう看板ベタ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 貼り付けたり、そしてこうして飲み物食べ物で釣ったり、そして職場で動員かけたり、いや本当にね、この人たちの運動っていうのは真実が明るみになればなるほどどん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 衰退してます。そして今まで彼らの拠り所であった、検事が辞職をした。それからなんか沖縄県警結構厳しくやってますよ。でもね、今日この講演の中で、シンポジウムの中で驚くべき数字が出ましたよね。ガナー雅子さんがこれ調べてくれたんですけど、前に山田博先生が調査したいわゆる41名の逮捕者、はい、ここ1年半ぐらいで41名の逮捕者が出て、そのうちの11名が韓国人だっていうことが国会で暴露され、議事録にも載っています。まあ、約1割が韓国人だったっていうことで、もしかするとその他の国の方々、アメリカとかカナダとかオーストラリアとか、そういったのを入れるともう少し多くなるかもしれませんけど、約1割が外国人であるっていうのはこれで判明をした。そして逮捕されたのが11名で、これで喜んじゃいけないんですよ。実はね、この11名11件の中できちんと送検されたのがですよ、8件しかないんですよ。41件中きちんと事件として扱われて送検されたのが8件、そのうちの3件が山城宏司、2件が添田君、はい、その他がまあいわゆる3名がその他大勢っていう感じなんですけど、ということは約30件ぐらいがいわゆる起訴猶予とか、ね、未定とか、はい、そんな感じで終わっちゃってるんですよ。起訴猶予、あと不起訴、はい、不起訴っていうのはもう完全に無罪放免ですよね。起訴猶予っていうのは、まあ、軽微な犯罪なので今回はお目こぼしをするけど次やったら起訴するよっていうやつですね。はい、で未定っていうのはまだこれがきちんと決まってないやつだと私は思いますけど、まあそういった風に逮捕されたから手放しで喜べない、それはきちんと起訴されてるかどうかまでやっぱり調べないとダメなんですよ。結果的に41件中、送検事件化されてるのは8件しかなかったっていうのが今回明らかになったっていうことは、やはり最近もありましたけど、警察官の手に噛みついたり、ね、警察官を蹴ったり、はい、いろいろありましたよね。あと警察官に唾を吐きかけたり、こういった連中が逮捕されて、まあ警察署で一生懸命調書を書いてね、一人一人送検告発するためには約10センチから15センチの書類を書かないといけません。はい、証拠主義ですから何度も聴取をして、それを全て書き留めて、そのトータルがだいたい10センチぐらいになると言ってましたけど、それほどの苦労をして地検に送ったら不起訴とか起訴猶予で2日ぐらいで帰ってくると。これってね、現場の警察官やりきれないですよ。あと解放も一緒ですよ。入っちゃいけないところに入ってくる連中を捕まえることができない。せいぜい身柄を拘束をして、このフロートから外側にあるところに行って解放する。解放されるとまた同じように入ってくる。これの繰り返しなんですよ。もう本当にこの解放の方々の苦労を考えると私も涙が出そうになる。これを解決するには海も空も一つです。違法行為には毅然とした態度で挑む、はい、そして、きちんと検挙をし、それなりに罰則をね、食らわすと。例えば罰金刑、禁錮刑、どっちでもいいんですよ、ね。最近ようやく警察がパシパシ捕まえるようになってますけど、ただ捕まえるだけじゃダメなんですよ。きちんとこれを罪として問うところまでやっぱり持っていかんといけない。
ですからこの41件中、事件化されて送検されてるのが8件しかなかったって。もうどうしますか皆さん、この沖縄無法地帯ですよ、ね、結局こうなると唾かけ吐きかけたり蹴っ飛ばしたり腕噛んでも戻ってくれるっていうことなんですよ、スイスイと。本当に悪しき前例をね、那覇地検は作っちゃったなっていうのは私思ってますけど、もっともっとね怖がらずにどん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 やっぱり適用して、あかんのはあかんっていうことをやっぱりやっていただきたいなっていうふうに思っております。さて今日ガナーマスコさんすごいいいお話をしました。まあ、講演会とかに行くと、いろんな方々がいろいろ言われると、そういった中であなたの話は、漠然としてて先が見えないというふうに言われたっていうんですよね。そこに対する彼女の返答が実に素晴らしかった。先が見えないのではなく、これから私たちが作りますというふうにビシッと言ったんですよ。本当にお見事、あっぱれ、ね、先が見えないじゃない、これから私たちが作りますと。いや、なかなかこれ言えた言葉じゃないですよ、ね、20歳過ぎのね、30歳に満たない女の子が言う言葉じゃないですよ、名言ですよこれもね、はい、ダメですも名言なんだけど、先が見えないのではなく私たちが先を作りますと。いや、かっこいいね、うん、かっこいい正直言って。で、彼女言ってた、私たちに指示を求めるのではなく自分たちが何ができるのかを考えて行動してほしいと。そうなんです、ね、誰かに何かを言われて動くんじゃなくて自分自身がやはり今何が必要だっていうのを考えて動いてほしい。それが今できてる連中がチームイージスの連中であって、いちいち私からどうのこうの言わなくてみんなで考えて動いてるんですよ。動き全く止まってません。常に情報交換をしながら、はい、そして何かあるときにはいざ鎌倉のように駆けつけてくれる、私にとっても彼女にとってもこんなね心強い人たちいないですよ。特にこういったセミナーやるときには何名かが前の方に座ってくれて捨て身の覚悟で彼女を守ろうとしてくれてる。彼女はもうそれを十分分かってるんですよ。だから講演会の中でもチームイージスの皆さんの話を出して賛辞を送ったんですよね。だから我々がやってることは彼女に言われてやってることじゃない、我々自身が自分たちで考えて取ってる行動なんですよ。そこには彼女がああしてほしいこうしてほしいっていう意図は全く介在してない。それと同じことがこれからの活動にも言えると思います。誰かに何かを言われて活動する行動するのではなく今何が求められているのか自分に何ができるのかを考えそして実行していくっていうことがね、私は必要ではないかというふうに思っております。まあ、今日のシンポジウム後で動画の方は公開の方に回しますけど、ぜひまた、ご覧になっていただきたいなと思います。まあ、ダイジェスト版としてきれいに撮ってある高画質のやつは、チャンネル桜沖縄支局の沖縄の声でまた、放映させていただくと思いますので、その方もぜひご覧になっていただきたいと思います。しかし私これから明日のボーリング大会の景品のラッピング、もう何個あるかな、30個ぐらい多分あります。今回の私の景品のテーマは、日本の食文化、はい、ということで、まあ、アメリカ人がなかなか買わないであろう日本の食材や、食べ物をチョイスをして、ボウリング大会の景品としてあります。まあ、その中にはもちろんジャパニーズスパイスのわさびも入れてあります。これはいわゆる寿司ルーレット、寿司ルーレットで果敢にもこのわさびてんこ盛りの寿司を食べた方に、プレゼントをしようということで、はい、わさびを準備してあります。
面白いんですよ。アメリカ人、わさびがたっぷり入った寿司を口の中に入れるとゆでだこのように真っ赤になって、その後一気に真っ白になるんですよ。青白くなるんですよね。いやー、なんか本当に笑っていいのか悪いのかちょっと分かんないんですけども、見てる方としては面白いですよ。はい。そして口から出そうとするとそばに恐ろしい形相をした上級総長が睨んでると。口から出すなって言って、上官命令ですよ。こんな寿司ルーレット、皆さんいかがでございますかね。はい。どれに何が入ってるかわからない。阿弥陀口、阿弥陀口、引いて楽しい阿弥陀口っていう感じで寿司ルーレット、誰に何が当たるのかわかんないということで、いつか皆さんとビーチパーティーでもした時にはぜひ、今日はお集まりの皆さんと寿司ルーレットでもして、みんなで顔を赤くしたい、青くしたいと思っておりますということで、これからちょっとラッピングの作業に移りたいと思いますんで、今日の放送これで終了しますけど、今日非常にね具合の悪い中、また見に来ていただいている方もおられます。ぜひ皆さんでその一刻も早いご回復を、祈りたいと思います。はい。でも寿司を、わさびたっぷりの寿司を食べて真っ赤になる動画は多分撮ってきて流すと思いますんで、はい、皆さん血圧が上がらないように注意していただきたいと思います。ということで、今夜のボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。最後までお付き合いくださりまして誠にありがとうございました。明日もこのチャンネル見ないと大変なことになっちゃいますよ。うーほほほ。